19時女子プロレスは、かつて動画共有サービス、ユーストリームに載せて、無料配信で、生中継されていた女子プロレス中継番組。運営は、ネオプラスアイスリボン事業部。試合が19時から行われるのが由来。放送開始当初のレギュラー放送は、週3回程度30分であったが9月以降は、試合会場の貸し出しの都合などにより原則週1回。 金曜のみの配信となり11月以降は1時間に拡大された。番組の進行は帯広及びアイスリボン所属選手やフリーの女子選手が MC を担当して実況、解説と合わせた3人体制となるがアイスリボンと関係のある外部の選手などをゲストに招くこともある。レフェリーは試合のないレギュラー参戦選手の中から選ばれる。 試合は原則として団体名にちなんだ19分1本勝負で行われる。アイスリボン基本ルールとなるが場外カウントはなし。試合前には直近のアイスリボンの試合をダイジェスト放送されることがある。試合後には選手インタビューも行い次回開催するアイスリボンの試合の対戦カードなども発表される。また後楽園、ホール大会直前などには 特別編成を組んで特集コーナーを設けることもある。第68戦からしばらくの間、練習生のエキシビションが前座として行われていた。それ以後も前座を合わせて2試合組まれることが多くなり、デビュー間近の練習生によるエキシビションマッチも行われている。元ネオ女子プロレスの田村よし子は団体を問わず、若手が試合をする機会の一つとして19時女子プロレスを、 活用するよう提言している。また埼玉プロレスのサバイバルヒダはツイッターで JWP 女子プロレスの新人選手が19時女子プロレスに出場することを提案している。インターネットを利用した配信ゆえに環境さえ整えば世界各地で視聴が可能である。この19時女子プロレスがきっかけとなってイギリスのプロレスリングイブとの交流が 形成されるなどの副産物も生まれた。放送終了後の2020年、新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため、人が密集する通常のプロレス工業の開催が不可能になったため、アイスリボンでは3月下旬以降無観客、開催措置に踏み切ったが、この時もニコニコ生放送を活用したネット配信を実施したため、19時女子での経験と、 フォーマットが活かされることとなった。時折、イサミレッスル武闘館以外の試合会場から放送される。これらは客入れで行われる場合がある。2010年12月31日、後楽園ホールで開催された年越しプロレスで、ダークマッチを提供して、イサミレッスル武闘館以外かつ客入れとして、初めての放送となった。2011年、 最初の放送となる1月7日は、初の首都圏外からとなるスポルティーバーリーナより、金プロだよ全員集合。絵の提供試合として2月7日に開催される、名古屋リボンの宣伝も兼ねて放送。4月10日、つくしの意向で、桜エミを相手にインターネットシングル選手権試合を、つくしが通う、鹿島学園高等学校レッスリングスクールで開催。 こちらは無観客で行ったが設備の問題から生中継ができず2月12日の録画放送になった。4月15日、大阪プロレス、大阪南ムーブ、オンアリーナ大会でのインターネットシングル選手権試合を行うほか、大阪プロレスの試合も2試合行われた。2012年1月20日、前年に続いて、スポルティーバーアリーナより、金プロ全員集合。 との合同企画として放送。2012年から始まった19時女子プロレスで行われるトーナメント戦。各回の放送で公式戦が1試合ずつ行われて優勝者はインターネットシングル王座への挑戦権が得られる。公式戦は19時女子プロレスの公式ルールに則っ,って行われるが1回戦では時間切れで両者失格、準決勝以降は 時間無制限の延長戦となる。第4回終了事件までで、トーナメント戦の優勝者は全て、インターネットシングル選手権試合で王者を破っている。ありがとうございます。